桜坂46大園玲ファースト写真集発売記念スペシャル。皆さんこんばんは、桜坂46の大園玲です。浮かれてます。お誕生日おめでとうっていっぱい来てる、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。もう1万人の方が見てくださってるということで、とっても嬉しいです。こんばんは。わー、お誕生日ありがとうございます。そうなんですよ、今日23歳になりました。ありがとうございます。この番組はですね、私桜坂46大園玲のファースト写真集半分光半分影が本日発売されたことを記念して配信することになりました。写真集のお話をいろいろしていけたらと思っているので、最後までよろしくお願いします。そうだ、この配信のハッシュタグを決めますね。ダン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 、何がいいと思いますか。おお、書いちゃおうかな。あれ、太い方で書いてましたっけ、細い方か。よいしょ、ハッシュタグ、じゃーん、こちらです。ハッシュタグ半分私半分あなた。どうでしょう、点をつけて半分私、つけない、つけるか、半分あなた、いいね、ありがとうございます。あ、つけられないんだ、なるほど、ハッシュタグは点がつけられないんですね、知らなかった。ということは書き直しますね。点がつけられないんだ、へえ。いきます、半分私半分あなた、よし、こちらでお願いします。たくさんツイートお願いします。ありがとうございます。目が見えない、本当にさ。ではハッシュタグが決まったので、そろそろメガネを外そうかな。じゃーん、おー、眩しい。そしてですね、このショールームをご覧の皆様に、サプライズプレゼントをご用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を購入していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントしちゃいます。いや、この3回目の配信で今回で最後ですね、この限定特典は。今日の絵柄はこちら、じゃーん、おー、こちらはですね、鹿児島の DM 温泉っていう本当にこうも色のお湯の温泉で撮影した1枚になっています。今回はシンプルに大好きって書きました。この絵柄は今回のこの最後の配信だけの特典になりますので、皆さんぜひお早めにご予約ください。よろしくお願いします。お気に入りですね、これ。そして、あ、皆さんも今手元に写真集あったりしますかね。
どうですか、もう持ってるよって方、今日が発売日、当日にゲットしましたか？5冊買ったありがとうございます。お、私物タでゲットしてよ、ありがとうございます。お、あるよ、あ、皆さんありますね、嬉しい、ありがとうございます。ではでは、お手元に用意していただいて一緒に見ていきたいなって思います。あ、その前にですね、あ、そうだ、パネル展、パネル展もたくさんいろんなところで展開していただいていて、私も今朝ですね、いろんなパネルにサインとかコメントとかを書いてきました。もう見てくださった方いらっしゃいますかね。あ、パネル展行ったよ、ありがとうございます。書きました。今朝私が行ったのは渋谷蔦屋さんのテーマが笑顔っていうテーマでパネル展をしてくださっていて、HMV 渋谷店さんはテーマが彼女との距離というテーマでパネル展を展開してくださっていて、紀伊国屋新宿本店さんでは背伸びというテーマで、そうですね、その店舗ごとに写真のテーマが違っていて、そのテーマにぴったりな写真を選んでいただいて、それがパネルになって展開してくださっているので、そのそれぞれの店舗でまた違う私を楽しんでいただけたらなって思います。お、全部行ったよって方もいらっしゃいますね、ありがとうございます、嬉しい。お、そうですね、今日は朝そういうパネル展に行かせていただいて、実際にこう本っていう形になって店舗に並んでいるのを見てですね、やっとなんか実感が湧きましたすごく嬉しい気持ちですし、なんて言うんだろうな、こう皆さんが発売日をすごく楽しみにしてるっていうのをめぐりでも伝えてくださっていたので、なんか今日という日が皆さんにとっても嬉しい日であったらなっていうふうに思います。ありがとうございます。そして、あ、そうですね、地方でもパネル展やってくださっていて、これ全部なんと地元の鹿児島でもやってくださっています。紀伊国屋書店鹿児島さんでは記憶っていうテーマでパネル展をやってくださっていて、地元の皆さんもたくさん見に来てくれたら嬉しいなって思います鹿児島は21日からパネル展開催していますので、ぜひぜひ遊びに行ってたくさん写真撮ってください。私も行きたいな。それでは皆さん、今度こそ手元に写真集をご用意していただいて一緒に見ちゃいますか。うわー、本体表紙っていうんですかね、これをめくった中見ました？私写真集の中でここ見るの結構楽しみなんですけど、もう見ましたか？私この写真結構お気に入りなんですよ。裏表紙、本体表紙なんていうんだろう、カバーを取ってカバーを取ってすぐ中にここです、ここお、わかる、できてる、嬉しい。この温泉のやつお気に入りです。おお、あ、私のポストカードはこれだ。一緒だった方？ひょひょ、大人っぽい、嬉しい。見ていきますか。お、
まずは北海道編から始まりますね。わあ、でも私いきなりこれお気に入りですね。このこれお気に入りです。みんな見てますか？一緒に。背中そう、背中お気に入りですね。これはオンネトー湖っていう湖で撮影しました。おお、そしてここでもう一回タイトルが来るんですね。じゃん、半分光半分影。もう一回タイトルが来ます。水冷たかった？冷たかったですよ。けど足は疲れました。そんなに見せちゃっていいの？って見せすぎですか？見せちゃいますよ。お、釣り。これ先行、あ、これ先行カットだ。おお、釣りのよく来て、あ、これも先行カットですね。全然雨よけれないカゴここで雨よけ。やばい、見せすぎかな。パラパラパラ。お、最初の水着が来ますね。あ、そうです、この最初の水着の時になんか川の延長線上にある湖みたいな、小さい湖みたいなところにちょっと入って水遊びをして、髪の毛とかちょっと濡れてるんですけど、ここの水が、あ、見せていいらしい。この時の水がもうキンキンで、本当にずっと楽しい撮影だったんですけど、ここは唯一体を張ったって感じがする撮影でした。懐かしい。もう足が真っ赤になりましたね、冷たすぎて。お、と思いきやオレンジのワンピース。あ、シャボン玉のとこ分かりますか？シャボン玉のページのなんかシャボン玉にピントが合ってる感じも好きですね。頑張ったねって嬉しい、ありがとうございます。お、これも先行カットですね。あ、難しい。ニコカットだ。青いワンピースお気に入りでしたね、これ。お、ここからキャンパスライフって感じの大学生大ぞろいって感じが始まりますね。おー、私これお気に入りなんですよ。じゃん、あれ、これでもパネル展、どこかのパネルにあったな、どこかのパネルにあった。ぜひゲットしてみてください。なんて書いたかな、勉強教えてって書いた気がする勉強教えてって書いたな。そうですよ、心を込めて書いてるので覚えてますよ。おー、大学生。あ、キャンプゾーン、キャンプゾーンです。ハンモック。あ、このお肉のやつ、お肉のお料理。じゃんじゃんじゃん、お肉も、お肉とお米とバターを炒めたやつなんですけど、みんなで分けて食べましたね、スタッフさんと。美味しかったです。お、ハッシュタグ半分私半分あなたがトレンド入り、嬉しい、ありがとうございます。皆さんのおかげ、
わあ、ありがとうございます。つぶやいてくださって、半分私半分あなた、二人で一つってことですね。うんうんうん、おーわ、急にテントサウナ来ますねキャンプルンルンかと思ったら急にテントサウナ始まります。これなんか自分でロウリュウって言うんですかね、あの石にお湯、石になんかかけて蒸気を出すやつが自分でできるんですよ。楽しかったですね、たくさんやりました。おー懐かしい。でもなんか顔が赤いですね、本当に暑かったんだと思います。お、テントサウナが終わったらいきなり温泉入ってるびっくりびっくり。おー背中が濡れてますね。そしてあ、これは HMV 渋谷店さん、 HMV 渋谷店さんではこちらの彼女との距離というテーマでこちらのパネルにも書きました。ぜひぜひパネルゲットしてください。お、そしたらパジャマを着て、でもこのネイビーのパジャマもお気に入りなんですよね。来たと思いきやまた脱ぎますすごい、これ来たと思ったら来てない。あ、この白のランジェリーも形が可愛くてとってもお気に入りですね。おお。そしてあ、こちらは渋谷つたやさんで笑顔っていうテーマでこちらのパネル書きました。ぜひぜひ。これは北海道で初めてこんなに晴れたんですよ。曇りか雨かっていう天気だったんですけど、初めて晴れてちょっと安心してる笑顔って感じですねちょっとルンルンしてます、晴れてるから楽しそう。お、大人っぽゾーンですね。どうですかこの前髪、どうですどうです。私は結構褒めていただけてまた挑戦しようかなって思ってるんですけど、ありですか。おでこかわいい、嬉しい。大人っぽい、大人でもこのホテルが本当に可愛くて絶対にまた行きたいです。さっきのこれか、さっきのルンルンしてるやつが外観なんですけど、本当にこの洋館が、洋館が本当に中も可愛いので本当に大好きな場所になりました。洋館？わかんないそしてお、あ、その中のその同じ建物の屋根裏部屋コーナーですね、このピンクい部屋は。おお、あ、これは先行カットだ、じゃん、リリリリリン、ピンクのお部屋履いてないみたい、右側履いてないみたいに見えますね。わあ、これお気に入りです。見せちゃっていいですか。じゃーん、お気に入りですね、こちら。なんかこの写真を見て、わあ自分ってこんなんなんだって
なんかそういう気持ちになりました。こんな姿の自分をこう見ることないので。お、鹿児島だ。こっからフェリーに乗ってますね。いや、とにかく強風で本当にまっすぐ立ってられないぐらい強風でした。楽しそう、本当に。わ、先行カット、荒平天神ですね。懐かしい。わ、ジャンプしたな。ほうほうほう。お、こっからまた海辺。おー、水着だ。そうです、そうです。この一番最初の先行カット、先行カットの中でも最初の方に出た写真の中に水着を着ていて、その水着が白い水着だったんですけど、その白い水着の先行カット最後に出たんでしたっけ。最後ら辺に出た、温泉できてる、あ、これだ。実はここつながってますよっていう。気づきました？あ、でも背中の紐で分かるのかな。水着を着てました。これ、あ、そうですね、これをしおりにしてここまで読んだよって。それではそろそろもう一回お話ししますと、もっとじっくり写真集を見たくなった方はぜひ写真集をご予約ください。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を購入していただくと、特典としてこちらのサインとコメント付きの限定ポスターをプレゼントしちゃいます。この絵柄の特典は今日で最後ですね。この配信も今日で最後なので、本当に最後の限定ポスターになっています。ぜひゲットしてください。いい写真ですね。よし、続きをやりましょう水着、水着。あ、そうだ、この水着で海に行ったんですよ。まずパパパパパって見せちゃおう。この水着でパッと海に行ったんですね、まず。で、その後ちゃんと流しましてちゃんと流しまして温泉に入ったんですよ。じゃーん、これは先行カットか。温泉に入りました。すごくないですか。浜辺ともう隣り合ってて、で、温泉の窓から海が見えるんですよ。それがすごく綺麗でした。お、このポスターと並べたら、これは3枚並べたらもっと楽しめるんじゃないですかね、これ。おー、一連の流れぜひぜひやってみてください楽しかった。あ、そうだ、市電、鹿児島市内の路面電車っていうんですかね、鹿児島市内を走ってる電車を貸し切らせていただいて一周回ったんですよ。こちら先行カットの中でも田村ほのが本当にこれを褒めてくれてほのちゃんが今日お誕生日の連絡もくれたんですけど、その中にもこれが本当に良かったというふうに改めて褒めてくれて本当に嬉しかったです。お気に入りの一枚ですね。お、あ、これ白熊、鹿児島名物の白熊を、ちょ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 、
こんなにゴージャスな白クマを食べたんですよ。これ本当に美味しくて可愛かったです。見えるかな、逆だ、こだ、白クマ。これのなんか、あ、アフォガードっていうのかな、コーヒーをかけて食べるちょっとちっちゃめな白クマもあるんですけど、もうそれは絶対にまた食べに行きます。私決めました。お、路面電車の夜バージョンですね、こっから。おー、昼間と全然違う、大人っぽい。そして電車に乗ってディナーに行ってますうれしそう。お、ここは、わあ、私これお気に入りなんですよ。この先行買ったか、これ何色って言うんだろう、薄紫みたいな。何時、これ特にお気に入りで、うわっ、てか嘘ついたかも全然黄色もお気に入りでした。まあ全部お気に入りなんですけど、このオレンジジュースは、あ、オレンジジュース飲んだんですけど、ホテルにそんな S系のオレンジジュースをスタッフさんが探してくださって、朝からオレンジジュース飲めました。そう、大人っぽい。ここ好きな人多そうだな。正直にここの一連好きだよって方多そうな気がする。私はお気に入りですね。あ、はーい、正直はーいってきてるそうですよね、私もこの一連お気に入りですね。二分割されてるページ、ここじゃん、こことかも本気笑いしてますね。何に笑ってたんだろう、忘れちゃったけど。お、わかるってきてる、嬉しい、うんうんうん、ありがとうございます。わ、プールだ。このプールは種子島のプールですねちょっとこの浮き輪のやつちょっと不機嫌じゃないですか。なんかこの顔、ちょっと浮き輪言うこと聞かない顔してるこれこれこれちょっともう浮き輪に負けてますね。浮き輪が大きすぎて言うこと聞いてよって顔してますうわ、水鉄砲楽しそう。お、これはちょっと学校っぽい感じ。この建物はなんか学校を改装した宿泊施設みたいな感じで、本当にこう一つ一つのものが自分が通ってた学校とめちゃめちゃ似てて、すごい懐かしい気持ちになりました。この木の椅子とか、自分もこの木の椅子でした。わ、また水着、わー、この青い水着お気に入りなんですよね。シュノーケル、あ、ここだ。これは種子島の海なんですけど、この浜辺にちょっと寝そべって撮影してた時に、本当に波に飲まれちゃってくるくる回りながら流されていっちゃったんですよ。そっからもう髪がびしゃびしゃですね。こことかもめちゃくちゃ濡れちゃってますね、髪の毛。けど楽しかったです。お、
シュノーケル終わってピース。あ、線香花火、線香花火じゃないか、手持ち花火久しぶりにやりましたね。懐かしい。あ、これ私のお気に入りカットです。じゃーん、桜島とツーショット。まあトンボも写ってるんですけど。お気に入りですね、見開きで。じゃん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 。からナイトプ、あ、そして表紙の写真だ。表紙の写真とまたお気に入りの紫のランジュリーが来て、あ、これじゃーん。これてんちゃんがすごい褒めてくれましたね、ウィーディングドレス。すごい嬉しかったです。ふえかさんもウィーディングドレス褒めてくださったな。おお、写真のゾーン終わりましたね。どうですか皆さん、写真のゾーン質問あったりしますか？ウェディングドレス素敵だった、嬉しい、ありがとうございます。誰の嫁？ドレスのとこ一番好き、嬉しい。こんなに写真集見せて大丈夫？多分大丈夫です。何ページくらいあるの？おお、こんくらいこんくらい、160ページ。わーお、160ページあるそうです。すごい。160分の1は桜島。大学の図書館で笑ってたの何があったの？図書館？あー、あ、これ？これかな？これですか？重たい重たい。これはこれ、これのことかな。これはですね、このちょっと動物っぽい椅子が並べてあって、その椅子でなんと一人で一人椅子取りゲームをしてるところです。一人椅子取りゲーム。メンバーの感想は、おー、メンバー、やっぱり先行カットの段階からみんなすごい見てくれてて、すごくいい写真だねっていう風に言ってくれましたね。あと3期生も見てくれて、なんか遠藤莉子ちゃんが恥ずかしくて見れませんでしたって言いながら全部見てくれました。可愛かったですね、嬉しい。反応が可愛いね、反応が可愛い。そう、どこの景色がお気に入り？お、私がお気に入りなのは種子島の、映ってるかな、あ、映ってないかもしれない、この青い水着の時のこのちょっと岩が映ってるんですけど、こっち側にも岩が続いてて、そこのなんていうんですかね、地層っていうか模様が本当に海外みたいな景色ですごく綺麗でした。あ、ちょっとこのシュノーケラのところにちょっとだけ映ってる、ここ、この地層がめちゃめちゃ細かくて同じ日本なんだっていうふうに思いました。すごい綺麗でしたね。お、確かに、もう一回言ってこうと、ハッシュタグ、あ、そうですね、じゃん、今日のハッシュタグは半分私半分あなたで、このショールームの配信の
感想をたくさんつぶやいてください。お願いします。そしてもっともっと見たいよって方は、画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を購入していただくと、特典としてこのサインとコメント入りの限定ポスターがゲットできます。この放送のみ限定なので、そしてショールーム配信というのは最後なので、ぜひぜひぜひゲットしていただけたらなというふうに思います。お願いします。じゃーん、質問。あ、一番最初に誰に見せたか、一番最初に、誰に見せたんだろう、誰に見せたっけな、誰だ、誰が一番か分かんないや。でも津賀優香さんとか渡辺梨沙さんも見たいって言ってくださっていて、あのここのね、この内側にメッセージを書いてお渡しさせていただきました。嬉しいですね。家族にも見せたのって、わー、どうなんだろう、見てるのかな、まだ直接は聞いてないですけど、あ、そっかそっか、まだ直接は聞いてないんです。写真集については恥ずかしいんですかね、まだ聞いてないんですけど、お誕生日おめでとうっていうメッセージは親がくれましたね。そうです、お誕生日ということで、残りの、わあ、あっという間、残りの時間はですね、今日4月18日お誕生日のお話をできたらなって思います。え、びっくりしたえ、すごい、ありがとうございます。え、すごい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 、ガクガクガクえ、すごい、え、クッキー、わ、花束みたいなクッキー、出版社さんから、もらってばっかりです、今日嬉しい、ありがとうございます。え、すごいすごい、半分光半分影、わ、ハッピーバースデーりーちゃん、すごい、アイシングクッキーですよねこれ、私アイシングクッキーのこのカリカリ大好きなんですよ、めちゃくちゃ嬉しい、ちょっとちょっと自分が見る時間え、嬉しい、ありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しい、わー、どうしよう、飾りたいな、どこに置こうかな、見えますかね、あ、見えないな休憩、お誕生日を皆さんからもコメントたくさんありがとうございます。ハッピーバースデー、あ、1個くださいだって、わー、どうしよう、1個ください、あげません、あ、スクショタイム、確かにこれでスクショしてほしい、お願いします、じゃん、本当に撮ってる、じゃん、え、本当に撮ってるわ、ハッピーバースデーありがとうございます、嬉しい、去年1年はでもこれ、この写真集って割と去年1年間が詰まってますね、その体作りの期間も含めて撮影して、で今度は皆さんにこう出させていただきますっていうことをお伝えさせていただく準備も含めて、本当に去年1年間が詰まった一冊だなっていうふうに思います。で今日から23歳になるんですけど、この写真集のその体作りの期間だったり
撮影に向けての期間、すごく毎日を本気で生きてたんですよ生きるか死ぬかじゃないですけど、それぐらいの気持ちで生きてたので、なんかその時の気持ちをすごく忘れたくないなっていうふうに思っていまして、なので23歳の抱負は毎日本気で生きるってことですかね。なんか口で言うのは簡単なんですけど、この一冊を自分でも見返して、なんかこの時の頑張ってた気持ちだったりとか、また改めてこの発売日からまた改めて気を引き締めて、なんか自分を高めていけるように頑張りたいなというふうに思いますので、23歳の私もよろしくお願いします。ペコリペコリおー、あっという間ですね。本当に人生は今日だもんな。本当にそう思います。人生は今日、人生は今ということで、うわ、あっという間にエンディング。最後にこれで少しおタイム、じゃん、23歳。わー、すごいありがとうございます。え、本当にありがとうございます。すごすぎる、すごすぎる。これめっちゃ見せたい。あ、見えるかな。じゃん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 。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。え、みんなで食べましょう。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。お、いい匂い。お、え、写真がプリントできるんですか。すごいよ、すごいよ。並べよう。じゃーん、これ見えないか。かわいい。え、ちょっとみんな撮って撮って、これはい、撮って撮って、じゃんじゃん、撮って撮って、嬉しい。え、めっちゃかわいい。こんなケーキあるんだ、すごい、ありがとうございます。うわー、嬉しいです。いや、本当に本当に、あのこの配信前のブログでも書かせていただいたんですけど、え、なんか泣きそう。泣いちゃう、泣いちゃう。頑張ります。本当に こうして周りの皆さんからも、あのファンの皆さんからも、あのしていただいてることばっかりなのでですね、していただいてることに、お返しができるような、なんかでもそう、そんなのあれですよね。あ、でしょ、ありがとうございますそうですね、きっと多分これからもいただくことの方が多いと思うんですけど、なんか皆さんに、少しずつこうお返しできたらなって思いますし、今回のこの写真集もそのお返しの一つとして皆さんに受け取っていただけたら嬉しいなって思います。泣いちゃった。本当に毎日ありがとうございますっていう気持ちです。そうですね、発売日だから
こういう場所でありがとうございますってお伝えできますし、誕生日お祝いしてもらえたからこうやってありがとうございますってお伝えできるんですけど、本当に何でもない日でも毎日ありがとうございますって思ってます。そうですね、はあ、頑張ります。最後まで最後にもう一回これもお話しましょうかな。じゃん、こちらのポスターは画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を購入写真集を購入していただくと、特典としてこのサインとコメント付きのこちらの限定ポスターがゲットできます。3回目の配信で最後の限定ポスターとなっていますので、ぜひぜひぜひゲットしていただきたいなと思います。今日限定ですのでお早めにご予約お願いしますそうだ、そして今日本当に一日中皆さんに盛り上げていただいて嬉しいです。最後にこちらのハッシュタグ半分私半分あなたで4月18日を最後の最後まで盛り上げていただけたらなって思います。ぜひぜひたくさん感想をツイートしてください。よろしくお願いします。ではでは、わーあっという間でしたが、本当に今日を迎えられてとっても幸せです。皆さんにとっても大切な写真集になりますように。今日はご覧くださりありがとうございました。そして素敵なプレゼントもありがとうございます。本当に感動しましたではでは、お別れですかね。本当におめでとうってありがとう、本当に嬉しいです。23歳もよろしくお願いします。